ご覧いただきましたように、香港では強硬姿勢を貫く政府に対し、条例の改正に反対する市民が衝突し、混乱が拡大しています。昨日の香港株式市場は混乱による影響を懸念して、代表的な株式指数のハンセン指数が前の日に比べて 1.73% 下落しました。デモの参加者には、授業をボイコットした学生だけでなく、臨時休業したり自宅勤務を認められたりした企業の従業員なども含まれ、市民の間に危機感が広く共有されている状況です。こうした動きに神経を尖らせているのが中国政府です。中国国内のメディアは、抗議活動を行う香港の人々の主張を全く伝えておらず、当局が報道内容を規制していると見られています。外国メディアの報道も規制されていまして、こちらご覧ください。 NHK が海外向けテレビ放送ワールドプレミアムで関連のニュースを伝えた際にも、映像と音声が遮断されて画面が真っ黒になりました。ここまでするのはなぜなのか。それは